畜炭畜炭は竹を人為的に炭化させたものである。主に燃料炭として使われる木炭と違い、畜炭は生活補助機能を目的として利用されることが多い。炭は炭素の同素体の一種である黒炭からなる。超微細胞が多数存在し、その半径が15-27ナノメートルであり、木炭などに比べて小さい。炭化温度によって表面積も大きくなり、 畜炭 1g 中の穴の表面積は、炭化温度摂取200度で1.7平方メートル、摂取800度で724.8平方メートルという測定結果が示されている。吸着能力が低下してきたときは、定期的に煮沸消毒をすれば、畜炭の穴に吸着した物質が取れ、再利用できることもある。ただし、煮沸により放出できる物質は限られており、 ほぼ完全に戻そうとするには高温にさらさなければならない。飲料や食品用に煮沸消毒する際に気をつけなければならないのは畜産を洗う時に食器用洗剤などを使用しないことである。洗剤が畜産の穴に吸着してしまうためである。生活補助機能を目的として使われる畜産では焼き上げ温度によって用途が異なることがあり重要視される。通常、 炭化用内では場所によって温度に差ができることが多い。炭化温度の低いものは色は黒く軟質で形が崩れやすい。炭化温度が高くなると硬質化するとともに通電性が高くなる。色は銀色っぽく光、金金と金属のような音がする。また炭化の際、摂取800度以上の高温時に炭を取り出し灰をかけて冷却する方法がある。 この方法を用いて作られた畜産を白蓄炭という。また、摂取鮮度を超える温度で炭化された畜産は、微細孔が収縮する傾向があり、全般的な吸着性能は下がる。また水質浄化に使用する際、炭化が不十分なものであると畜産に含まれる炭素のものが崩れて水中に混ざったり不純物が水中に溶出してくる場合もあるため、注意が必要である。 ありがとうございます。